藤並五一以下先鉄肖像集より滝玄関滝元館文化7年12月2日は江戸時代後期の医師。意味は、元館、字は安夫、陽名は金松、長寺手屋安よ、安長と改める。桂山和郷氏、別号にくぬぎ窓がある。滝玄徳の長子として生まれる。樹学を井上銀河に医学を父について治めた。安永六年に 将軍、徳川栄春に、目通りが許される。完成2年、老中、松平定信にその際を信任され奥医師に抜擢、方言に助せられ徳川家成の辞位となる。完成3年に、父の主催する政治官が、官立の医学官になると、その助教として、医官の指定の教育に当たった。完成6年に御差地見習いとなる。完成11年に、 父が自死死家徳を相続する。同年8月には、同族の吉田拓安と共に御さじ役となった。共和元年、遺憾の選抜に関して、不満を直言したため、奥医師を免税られて寄り合い医師に左遷された。文化3年に医学館が累乗し、下屋新橋通に再建し転居した。文化7年に再び奥医師として召し出されたが、その年の12月2日に休止した。 去年56、墓は、白漢字にある。交渉学者などと交わり、恋学書の収集、皇帝、復刻に努め、後の伊沢蘭県、滝原県、小島富本、渋江仲彩、森立これらに見る、交渉医学を確立した。元漢は、また、長く不明になっていた、本蔵和名上下二巻全18編の古写本を、紅葉山文庫から発見し、 同書が再び世に伝えられるようになった。ありがとうございます。